ナマステ、こんにちは。インド出身のシーカです、私は日本とイギリス育ちのトリリンガルです。三角を話せます。このチャンネルでは主に、私が今まで経験してきたことを皆さんとシェアしたいと思います。簡単に自己紹介をします。私はインドニューデリー出身、もう生まれて1歳ちょっとで日本に引っ越して、まあ家族となんですけど、もちろん家族と一緒に引っ越して、で、まあ、1歳から12歳までもう小学6年生まで日本で、まあ、住んでいて、インド人として母国語が日本語だったんですね。で、親との会話もすごく面白くて、ほぼ手話な感じで家の中で生活をしていました。兄弟もいるんですけど、お兄さんとお姉さんが、よくお兄さんが真ん中に入って会話のお手伝いをしてくれていて、すごく不思議な育ち方をしていますで、まあ、12歳の時に外国人としている私が、やはり英語は大事だなとすごく実感をしていて、で、まあ、英会話教室とかいろいろ通っていたけれど、やっぱりちょっと自分をもっとプッシュしてみて留学したいなってすごくもう子供の頃から思ってたんですね。なのでだいたい12歳、まあ、小学校卒業する前にお母さんに、私海外行きたい、海外で勉強したいって言って、もちろん反対されましたけどもうね、12歳の子を遠く違う国に送るのなんて多分想像のできないことなので、親はもちろん反対したんですけど、もう自分で頑張っていろいろリサーチして、英会話教室のパンフレットとかすごいいろんなものを見ながら、なんか行きたい国を選んだりしてて、でやっぱりその時はすごいオーストラリアがすごく人気で、なんかたくさんの日本人の子たちが留学とかをしていて、オーストラリアもいいなとかアメリカもいいなとかいろいろ考えてたんですね。で結局最終的にイギリスってなって、イギリス、そのスコットランドの方なんですけど、スコットランドエジンバラで、まあ、学校に行くことになって、でまあそうですね、中学中高スコットランドで勉強をして、さまざまな経験をしているので、皆さんにどんどんその細かく留学経験などいろいろお話をしていきたいと思います。